どうも、文楽です。今日紹介するのはこちらです。ユニのアルファゲルスイッチですね。これね、ちょっとね、プニプニした感じのグリップがついてるんですよ。これがね、未だかつて味わったことのない感触で気持ちがいいですね、これ。これ、エラストマーですよね。プラスチックでできたゴムということで、とても気持ちがいいです。で、アルファゲルシリーズはね、結構いろいろあるんですけど、これはね、アルファゲルスイッチといって、まあ、クルトガエンジンを使うこともできるし、クルトガエンジンを止めて書くこともできるというものになってますね。で、ここで切り替えることができるというものになってます。こうすると、普通の固定式のシャーペンとして使える。で、こうすると、クルトガとして使えるというものになってますね。クルトガにするとね、ちょっとね、ノック感がね、ちょっと気持ち悪いですね。で、クルトガエンジンを切ると、ノック感がいい感じになりました。やっぱりクルトガの弱点ってね、ノック感が悪いんですよね。そういう弱点がありますよね。でも、ちょっと、じゃあクルトガで書いてみますね。やっぱりね、クルトガだとね、文字が綺麗に書けますね。まあ僕もともと字が汚いんで、なんか偉そうには言えないんですけど、やっぱりね、こんな僕でもね、クルトガで書いた方が字が綺麗になりますね。それはやっぱりクルトガすごいなと思います。このグリップもね、すごく持ちやすいですね。書きやすいです。いいですね、これ。で、クルトガエンジンが動いてるかどうかは、ここを見て確認する感じですね。ここが、色がね、変わっていくんで、それで、クルトガエンジンが動いていることを確認することができますね。こうやって。変わってますね。それで回っていることが確認できます。あ、これいいな。僕ね、これ買う前はね、全然興味なかったんですよ。なんかこういうね、機能をね、切り替えるっていうものがあんまり僕好きじゃなかったんで、どっちか一つでいいじゃんってね。それを選ぶから、それでいいじゃんってね。クルトガ欲しかったらクルトガ買うし、クルトガ必要なかったらクルトガ買わないし、そのどっちもできるってニーズがないんだよってね、僕はそういうふうに思ってたんですよ。でもね、実際これ買ってみたらね、いや、そんなことなかったですね。この切り替えるっていうのがね、すごくいい感じなんですよ。ちょっと切り替えてみますね。クルトガエンジンを切ります。これで普通に筆記ができるんですけど、これでね、切り替えることで、早く書くことができるわけですよ。ガタつきがなくなるんで、高速に書くことができるってことで、シーンを選んで考えることができるわけですよね。シチュエーションごとに、このスイッチを切り替えて書けるっていうことなんですね。それが面白いですよね。で、驚いたのは、クルトガエンジンを切っただけで、むっちゃくちゃね、軸が安定するんですよ。ここまで安定するのかっていうぐらいね、なんか、意外な発見があったなっていうね。この発見は結構大きいと思います。で、やっぱりね、クルトガエンジン切ると線にね、濃淡が出てくるんですよ。すごい濃い線になったり、すごい薄い線になったりするわけですよ。そういうのがね、出てくるんで、まあ、あと線が太くなったりとかも当然ありますし、なんかそういうことが起こるっていうのが、そのクルトガのね、恩恵がわかるっていうね、そこに気づかされる筆記具でもありますね、これは。クルトガ切ると書きやすいけど、そういうクルトガを使わないことのデメリットが浮き彫りにあるっていうね。じゃあもう一回クルトガ入れてみます。さあ、これで書いてみますけど、やっぱ途端にガタつき始めました。でもね、ガタつき始めたけど、やっぱり線がね、綺麗になるんで、ガタつきというデメリットは生じるけど、線が綺麗になる。線の濃さが一定になるっていうね。そのメリットがね、今度は浮き彫りになるわけですよ。そこに気づかせてくれるっていうところで、これは買う価値がね、ありますよ。でね、このアルファゲルがね、思いのほか気持ちいいんですよね。すっごく気持ちよくって、持ち心地いいし、書きやすいし、これはね、だいぶいいシャーペンですね。買って損はないですね。とても書きやすくて、持ちやすくて、書き味もいいし、やっぱクルトガ使いたくない時と使える時でね、選べるっていうね、これがこんなに素敵なことだったとは思わなかったんで、
本当に意外な発見がありましたね。これはいいシャーペンだと思います。一軍としてね、携帯してもいいぐらいのね、それぐらいの価値があるシャーペンかなというふうに思いました。ではまた。